MU329 Everything About 心のオアシス。この時間からは DJ コッコとハムタコがお送りいたします。今回はハムタコの実家で録音しています。こんにちは。どうも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 。最近は私は米にごま塩をかけて食べるのにハマっています。昔からですよね。あ、そうです。でもまた、はい、塩かけてるの見たことあります。あ、塩かけるの好きなんですけど、ごま塩っていう瓶の調味料のやつがあってそれをかけています。はいはい最近ハムイカさんはどうですか？最近ハムイカさんはですね、 LINE の着せ替えを、はい、あのうさぎのコニーにしまして、はい、あの懐かしい感じを味わってるんですけども、はい、めっちゃピンクもうピンクピンクさんすぎてそれがチカチカしてるんですけども、初心って感じですよ。はい、お気に入りです。私も飽きたらブラウンにしようかなと思ってますけど、はい、ブラウンは結構落ち着いてて茶色みなので。そうですよね、はい、さあ今日も一覧にお悩みのお便りが来ているのでどんどん読んでいきたいと思います。今日もしっかり喋っていきましょう。はい、にーくにーく。ラジオネームイカリングさんからのお便りです。上着を着るならブレザーの上からってルールがあって、肩幅すごいことになるえ、そうだよね、なるよね。え、なる。でもうちらもさ、うん、高校の時多分上からじゃなきゃ着れなかった。あ、そうだったよね。でもコートとかだった気がする、上着、うん、だからダッフルコートとか。そう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 、だからなんかみんな肩幅みたいな、ね、みんな肩幅そういうことなんですよね、うん、あんまり気にしたことなかった。だからみんな肩幅だからパーカーとかでも着ないもんね。着ない。うん、え、パーカーはすごいんじゃね。え、そうだよね。ブレザーにパーカー上から着てたら面白いよねみんな肩幅するから大丈夫です。大丈夫です。ラジオネームニラタマさんからのお便りです。女子校で男との出会いが全然ないです。好きな人もいないし彼氏できるかなって悩んでいます。かわいい。まあでもまあなんかできなくても普通に楽しきゃまあねいいかなとも思うけど、まあでも少女漫画とか読んでたらさ、やっぱり恋愛したいってなるよね。高校生だし。それな。でもだってそんなのインスタで出会うしかないじゃんねそうだよ、他校の男を探すしかない。もう塾とか、塾とか。そう、あ、それいいじゃん。塾ね、いいね。バイト先とか、うん、とかかな。もう自分から出会いに行かないとね、出会いなんてないからね。そうだよ、頑張って。そうだよ、頑張って。ラジオネームポッツさんからのお便りです。面接で特技披露要求をされるとしたら何をしますか？特技披露でしょ。何しようかな。自分だとしたら、なんかその場で見せることができるってことでしょ。それな。しかも別に何も用意してないかったらさ、うん、じゃあもうこの指のプルプルしかできないようち確かにこの指をプリ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 ってやるのしかできないみんなに見えてないけど今面白い。第一関節の力だけ抜けますって言ってプリプリするしかないあ、私体が柔らかいので、開脚しますって言うかな。その場で開脚する。そう。卒だったら無理だわ。そうだよね。やだよ、そんな面接。何の面接？ラジオネームユニコさんからのお便りです。告白されて断ったけど、自分は友達として仲良くしたかった。どうしたらいい？だって。うわ。うわ。めっちゃ青春しとるやん。え、そうだよね。そういう時もあるよね。全然あると思う。あるあるある。気まずい。気まずいね。でもさ、それをさ、壊してでもさ、付き合いたいくらいさ、うん、好きだったってことでしょ。それでかなりいい恋愛してる。いい恋愛してる。一回告白されたら意識するっていうじゃん。はいはいはい。ちょっと、あの、恋愛対象で見るのもありちゃあり。うん。かな。でもそれが無理ならもう本当に、あの、友達として。仲良く戻れんの？分からん。時間の問題じゃない。まあ時間の問題だよね。どっちかに彼氏彼女ができたりしたらさ。ああ、確かに。そしたら終わりきれるよね。うん。時間の問題だよね。そうだよね。ラジオネームあんこさんからのお便りです。タイプの人が学校にいないこと。おだよ。そんなこともあるか。まああるだろうね。そうだよね。もう学校以外のコミュニティを探すしかないんだよ。どうでは。ないのでは。タイプってさ。タイプってなんだろうね。うち分かんなくなっちゃったよ。うち分かんない。でもタイプの人がいないってことは多分顔なんじゃないかなとは思う。確かに。
顔が好みの人がいないってことでしょ。え、そうだよね。でも仲良くなったらかっこよく見えるとかさ、あるかもしんないじゃん。あるあるある。まあ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 、まあ、そんなタイプにこだわりすぎないこと。え、そうだよね。なんて意外と意外とすぐそこに、ね、そこにいるかもしんないから。ハッピー。ラジオネームさゆうまいさんからのお便りです。就活しててすごく迷ってるんですけど、マイユニの2人だったら何を優先しますか。やりたいこと以外にないんだが。うちもそうなんだよね。だから どっかとどっかで悩んでるけど、あとかっていうことでしょ。まあでも人それぞれさ優先順位が違うからさ、うん、なんか何とも言えないけど。けどうちは、うん、お金よりも楽しく仕事できるかを優先しちゃうかな、ね、私もそうかな。だってずっとお金なかったし。そうなんだよね。お金ないのはなんかいけるかな。まあでも当たり前に必要っちゃ必要だけど、うん、やりたいことで生活ができるならまあ そっちの方が全然いいと思っちゃうし。そうそうそう。なんかだって仕事するってさ、もう高校大学卒業したらもうその先の人生がもうその一つになっちゃうってことじゃん。うん、ずっとそれってことなんだよね。そう。もうこの先の人生それになるのか。最高って思えるような仕事が、うん、したい、したいとうちは思うが、みんなどうなんだろうね。ね、それは人それぞれだから分からんけど、お金が第一っていう人はもちろんやりたくなくてもめっちゃ頑張るしみたいな。あ、好きなことやるためにお給料が高い会社について、うん、ちょっと仕事してやりたいことをやるって人もいるじゃん、うんうん、でもうちらそれができないじゃん、うん、え、そう、できない。だから本当にやりたいことやってギリギリで生活する方がめっちゃ幸せって思えるから。そう、うちらはそういう感じかな。先輩とかいるじゃん、大学卒業してる人とか、うんうん、やっぱりもうお金より時間の方が大事みたいになってるじゃん、その価値観的に、うん、大学生はやっぱり時間があるからさ違うんだろうね、考え方が、うん、わ、みんな大人になってるって思うもん、ね、だから難しそう、時間の配分が難しそう、大人になったら、ね、うん、転職ってでもあるしね。転職ね、うん、確かに。なんか一回やって無理だったらやめようかな。全然転職していいよね。うちはそれ、え、うちもそう思う。頑張ろうぜ、頑張ろうぜ、マジで頑張ろうぜ人生。ラジオネームポテモテさんからのお便りです。バンドメンバーに恋しちまったよ。うわー、リアコーリアコー。あ、そういうこと。違う、自分もバンドメンバーになる。あ、自分もバンドメンバーか。分かんない分かんない、どっちだろう。どっちでもあり、どっちでもあり。え、じゃあバンドメンバーとして話そう、家庭を。自分もバンド入ってるってこと。そう、うん、オッケーオッケー。したら好きになるよね。だって一緒に練習したりさ、生活習慣があったりさ、ずっとに一緒にいたりしてさ、ね、こいついいかもってなってるかもしれない。どう？そう思う。てか一緒にいて、なんか一緒にいる時間が長くてさ、こいついいかもって思えるのってめっちゃいいかも。え、それな？めっちゃいいじゃん。めっちゃいいかも。頑張んな。え、頑張ろうぜ。ラジオネームウルトロマンピクルスさん、ん、合ってるかな？ウルトロマンピクルス氏さんからのお便りです。漠然とした不安との戦い方。え、わかる。え、それはもう人生だよ。ね、常にだよ、常に。なんかさ、ふとさ、大丈夫ってなるときあるよね。ある。てか毎回じゃね、そんな。確かに。ね。毎回やってるわ。でも意外と毎回勝ってるってことだよ。そう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 。だってさ、不安ないわけなくない、人生に。ない。だってこの先わかんないんだから。ね。でも何かしないとさ、うん、不安が消えない。わかる。だからなんかする、とりあえず行動したいよね、うん、思っちゃう。でも、うん、でもなんか不安って消えないからね、消えることはないんだよ。だから一生一緒についていくんだよ。え、そうだよ、やれることやっていくしかないんだよ、うん、楽しいことをしてやることをやって、ね、生きていけばいいんだと思う。そうだよ、いつだって不安も出てくんの。そうだよ、普通に新生活とかもあーってなるよね。なるし、でもやるしかないからさ。そうそう、やってみるしかないのよ。しょうがないんだよね。意外といけたって時もあるし、やっぱ無理、辛いって思う時もあるだろうから、まあその時はその時でなんとかなるから、うん、死ななきゃいいよね。え、そういうメンタルでいこうよって感じね。頑張ろう、うん、ラジオネーム六助大寿司さんからのお便りです。
お酒が全然飲めなくて、けどみんなと会いたくて飲みとか行くけど自分だけテンションついていけないし、友達は飲めないの知ってるからいろいろ気使ってくれるけど楽しいのを邪魔してる気がして申し訳なくなってしんどくなっちゃう。でもうちもわかるかもそれ。飲めないもんね。うち飲めない飲めないもん。じゃあ自分が気使う側だと思って、うん、考えたらけろけろ考えたら別に全然飲まなくてあんたが楽しければ、うん、私は安心してますって感じ。その場で飲んでて、うちもお酒好き側だったらあうちだけ飲むわみたいになると思うかも。そうだよね。あんま気にしないんじゃない友達だし、うん、多分気にしてない。しかも、うん、そんな多分面白くなっちゃって、うん、気にしてないと思う。覚えてないよ。覚えてない。あいつ飲んでたっけなみたいなでもあんたに無理をしてほしくないって思ってるから。そうそうそう、それは優しいよね。うん、優しい、うん、飲めないの知ってくれててさ、飲ませないっていう友達は本当に大事大事だし、うん、いい友達だと思う、うん、仕事飲みとかだったら気使うかもしれないけど、友達だったらガチで 気を使わなくていいと思う。うん、使わない。お酒飲む飲まないどっちでもいいし、実際いいよね。うん、今日は飲まないとか全然ある。うん、あるある。今日はいらないですとか、うん、言ってオッケー、うん、なるよね。なるなる。気にしてないよそんなに。大丈夫だよ、お酒なんてさラジオネームベーコンハムエッグさんからのお便りです。冬はお布団とまぶ立ちすぎて朝起きれないです。泣き、わかるわかる。起きないです。私も起きないです起きなくていいなら起きません。起きなくていい日は全然起きません起きなければいけない時は辛いです。ラジオネーム ET ジュニアさんからのお便りです。周りがまだ学生ですれ違いが多くて寂しい。どんどん考え方が大人になっていくのが悲しいです。わー、まあ、難しいですね。難しい。それはなんか考え方が大人になっていいところとさ、うん、まだ子供でいたい部分があるじゃん、うん、なんか遊び心というのはずっと持っててもいいと思うし、はい、でも全部ずっと子供でいるわけにもいかない時があるじゃん。あるからね。子供っぽい大人になりたいよわかるいいのかな、子供っぽい大人, 大人あれなんじゃない、みんなでわちゃわちゃ楽しんでたのに、わこいつもう社会人だみたいなね、感じになって寂しくなっちゃったのかな。わ、まあ、かるけど、わかる。でもきっと自分もわかる時がいつか来るんだろうなとも思うよね。ね、そうなってしまったら悲しいね。自分も成長ね、うん、わかる。だからこういう大人でありたいなっていうのを自分が持ってたら、そうね、別にいいかなと思っちゃうけど、うん、割と、うん、マリトッツォ、マリトッツォ。ラジオネームひよべやさんからのお便りです。です。ストレスで嘔吐、腹痛で仕事に行けてません。やめるか迷ってます。やめな、やめてください。こっちからお願いする。お願いします。やめてさ、一回さ、一回休憩しようぜ。いいじゃんね、休憩したって、うん、ストレスで嘔吐はやばい。やめて、もう危険信号すぎるから一回休んだ方がいいと思います、うん、やめな、やめた方がいいよ。休みな。私たちからのお願いです。ラジオネームシグナルさんからのお便りです。就職したら友達増える機会がめったになくて、もっとバチイケなお友達が欲しいんだけど、どこで出会えるんだろう。遊び半分で作品撮りとか付き合ってくれる友達。うわー、確かになんか友達就職してさ、ガチで出会えないって言ってたし、だったよね、二人で話してて、ガチでないって言ってたし、友達もまあできないってことか。確かにね、やっぱSNS かな。じゃあね、うちらもさ、だって、うん、学校以外でバチイケな友達できたのって結局インスタだもん、ね、確かに。バブ君とかもね、インスタだし。作品撮りしてる同じ年代の子とかのさ、投稿とか見て、うん、つながるとかかな。まあそんな一発目でさ、初めましてで仲良くなるわけじゃないからさ、どんどん重ねて仲良くなればいいと思います、うん。ラジオネームお布団さんからのお便りです。初対面の人と話すとき、自分と話してて楽しいかなとかめちゃくちゃ考えてしまって、うまく仲良くなれません。ありのままでお話できたらいいのですが、2人の楽しいトークの秘訣知りたいです。めっちゃわかる。それ考えちゃうんだよね。え、でもやめる、やめたい、考えるの。それをてかさ、最近その話してたじゃん、うん、うちも考えたんだけどさ、うん、うちその場ではさ
あんま思ってないんだけど、うん、帰ってちょっと反省会してる。え、わかる。一人でやってる。うちもそれやってるわ。あれ、なんかあの時のああ言ったのめっちゃキモかったかな。わかるわかるわかる。思っちゃうよね、うん、思っちゃう。え、でもそれってさ、自分だからじゃない？結構さ、なんか割と初対面の人でさ、はって思ったことあんまりない。ないじゃん、うん、だからそんな考えすぎなくてもいいのかなって、うん、相手も思ってないのかなって思う。だし第一印象、わめっちゃこの人悪いわとかもめったにないから、うん、普通に第一印象も別に普通なわけじゃん。え、そうそうそう、一気に仲良くするのは無理なんだと思うね、ガチで。なんかさ、でもさ、うん、今さ新しいさ知り合いができて、うん、めっちゃ素の自分を、めっちゃ素でもなくてもいいけど、うん、普通に友達としてのさ自分をさどれくらい出せるっけってさ、もうちょっと分かんなくなっちゃった。だから新しいさ子さ、なんか仕事とかした時にさ、うん、いい感じの素を出したいのにさ、そうなんかちょっとずっと上辺の自分で接してるのが嫌なの。分かる分かる。早く素出してってなってんだけど、思ってる。でもなんかさ、素出そうと思って出せるもんじゃないからさ、いつか気づいたら 出せてるわってなったらもうそれは成功じゃん。1日で絶対に出せないのよ。出せない、ね、うん、仲良しトークってむずいよね。なんて言うんだろう、その人に対してさ興味がないと質問ってできないじゃん、うん、だから どこまでを質問してもいいのか、どっから会話がそっから広げられるのかとか、うち考えちゃうんだよね。むずいよ。むずい、ガチでむずい。でもさ今の友達とはさ、うん、めっちゃいい感じの質じゃん、うん、え、どうやってやったっけって、そう忘れちゃうんだよね。思って、わかる。え、どうやってやったんだっけ。それがいいんだけど、そのただのキャッチボールが楽しいだけでさ、別にそんな込み入ったさ深い、まあ、めっちゃいい話なんてさ、別に初対面でしてもさ、はってなっちゃうじゃん。本当に難しくて、ね、うちもちょっと心配。うちも心配。だから普通に軽くキャッチボールできればいいかなとは思ってるけど。もうそうだよね。でもなんかずっと場面もさ疲れちゃうじゃん。本当に疲れる。難しいです ね。頑張るとバベになっちゃうんだよね。そうなの。でもさ頑張んないとさ、むずくない？だって難しい。私一人でさ、周りみんな知ってる人とかだったらさ、うん、ガチでうち静かになっちゃうもん、うん、ねえ、なっちゃうよね。なっちゃう。なんかお互いみんな知らない人同士だったら喋れるけど、その、うん、輪の中に一人で入るときめっちゃ一人、まあどうしようって思っちゃう。頑張ろうね、時間が解決。え、そうだよね、うん、そうだよそうだよ。ラジオネームタコス大統領さんからのお便りです。私は授業中どうしても眠くなってしまいます。改善策はありますでしょうか。私もですよ。そうですね、私最近調べたんです、はい、眠くなるなって、うん、運動をする、うん、あれがおすすめです。ノーズミント、あなたから教えてもらってたやつ。ドンキに売ってるノーズミントってやつをね、鼻から吸うとガチで鼻がスースーしてね、すっきりするから、ね、おすすめ。でもすぐあの効果は切れるから、ずっと吸い続けなきゃいけない。吸い続けたい。でもきっとあれにも慣れてしまう。あ、そうなの。で本当に眠くなる。うち手をさマッサージするけど、ね、余計眠くなる、はい、てか手あったかいんだよね、眠いとき。眠い、ガチであったかいよね。なんかうちにさ興味のないさ授業って受けなきゃいけないときあるじゃん、うん、あるあるある。もう眠すぎて、うん、眠すぎて起きて痛いのに寝ちゃうじゃん。わかる。手を動かしてないってことに気づいた。メモをするってこと。落書きしちゃった。ああ、確かにそれもあり。落書きくらいいいよね。いいよね、寝てない。うん、確かに。あとあれだ、お昼ご飯を食べ過ぎないこと。うん、それはほんといい。それ授業終わってからいっぱい食べた方がいいか、うん、うち食べなかったわお昼。ガチ眠くなるよね、うん、空腹で受けてた。え、でも空腹だと集中できないのよ。うちはもう空腹の方が。え、すごい。あとあれだよ、トイレでスクワットしな。ジャンプとかね、ジャンプとか。怪しい。トイレだからドカンドカン。先生トイレ行きますって言ってガチで一回手洗った方がいいかも。ラジオネーム限界受験生さんからのお便りです。 JK のうちにしておくべきことってありますか。旅行に行く。旅行に行く、それはそう。これはね、うちらの後輩にも言ったんです。かわいい。そうだね。なんかしておくことありますかって聞いて、ね、聞かれたね。だからうちらはあの JK の時に大阪旅行に行ったじゃないですか、うん、そうね、絶対に大阪には行け。行って USJ に行けって。そうね。
受験終わって暇になって、うん、あとは何だろう、あと学割聞いてるうちにいっぱいなんか映画とか、確かに、あとさめっちゃ暇だったらさなんか趣味一個見つけてそれを極めるとか、うん、ちょっとやってみたかったかも。確かに。まあでもマジで遊ぶよね。え、ガチで遊んだ方がいい。友達とマジで毎日やった方がいい。勉強もあのちゃんとさやるときはやってたじゃんうちらは、うん、ちゃんとテスト期間だからそこは遊ばないみたいな、ちゃんと割り切ってやってたから、うん、あのけじめつけてやってたから超楽しかった。よかったね。あと文化祭とかさめっちゃ楽しんだ方がいい。え、もうザ文化祭を体験した方がいい。うん、だってできないのはもう、そうそう、自分から楽しみに行かないとガチで楽しまないから高校生活とかって、うん、だからなんかもうクラスが最悪だからとかじゃなくて、もう自分からどうやれば楽しめるのかっていうのを行動した方がいいと思う、うん、やってよかったって思えるからさ、そしたら、ね、何か一つ一生懸命なことができたらそれがいい思い出になるからいいと思います。いいな、ジェケ。ラジオネームちょ待てよさんからのお便りです。最近元気が出ない日が続いているんだけど、どうやって元気を取り戻しますか。もう何もしない、寝るかな。うちスマホ見ないかも。だって何もできないんだもん、うん、元気なすぎて、うん、寝るしかない。寝るしかできない。寝るしかない。ちょっと元気だったら、うん、運動するかも。うち、うん、もう自分でね機嫌って取らないといけないから、そうな、食いたいと思ったもの食うし、あの運動したいと思ったらするし、誰かがやってくれるなってもう思えないの。私も自立しないといけない女だから。そうだよね。マジ何もやる気なかったら本当に何もしない。何もしない。本当に何もしない。本当に何もしなくて、でもさそれも暇になってくるじゃん。うん、でうちは気づいたら YouTube 見てて。わかる。で笑ってる。あ、でなんかちょっとおもろいのだって笑ったらなんかいきなりキラってなっちゃう。わかる。あとじゅうやん。ふってなったらいいよね。うん。ラジオネームマリコさんからのお便りです。授業がある日が少ないため早寝早起きができなくなってしまいました。しなくていいです。しなくていいです。寝れるときは寝ましょう。ママにも言われたよ。うちなんて起きないって言ったら、寝れるときに寝ときや。今寝れるんだから寝るのが一番。確かに確かに、ね、と仕事始まったら起きなきゃいけないんだから寝れるときに寝ときなって言われた。確かに、ね、確かに。じゃあ行こうってなった。普通にそれなと思ったもん。だって起きなきゃいけなくなったら起きなきゃいけないんだからさ。起きなくなっちゃうらさ、それ起きんだもんね。そうそうそう、だからそれになるまで寝ときゃいいのよ。ラジオネームメガホンさんからのお便りです。学祭の片付けの時にあった姉妹サークルの先輩が忘れられないだって。やば、忘れなくていいよね。追いかけてください。そんなの。忘れられないなら忘れなくていいんだよね。あ、そうだよ。こうどんに移せるなら移しちゃったらいいじゃないですか。ラジオネーム海弁さんからのお便りです。うんちをしながらリモート会議をしてるのバレました。どこで割れちゃったんだよね。ポトポトかな、それともブリブリとかかな。なんでバレんだよ。リモート中にうんちすんな。それが一番の解決方法だ。ラジオネームシグナルさんからのお便りです。今職場で一番下っ端なんだけど、大人も拗ねたりしてめんどくさくて、ただめんどくさいから巻き込まないでほしい。大人たちに仲良くしてって言ってあげて。だってしっかりして。そういうのをさ見ちゃったらさすぐやめたくなっちゃう。うちもやめたくなっちゃう。だから前やったことある。うちもやめたことある。一緒にやめたね。嫌になっちゃうんだよね。めんどくさい大人っていっぱいいますから、はい、そういうのはスルッと抜け出しましょう。はい、まあ、解決方法も人それぞれだよね、うん、でも一番はその大人がしっかりすることだとは思うけど、うん、ラジオネームちーたらちゃんからのお便りです。父に彼を紹介したいけどなんか緊張しちゃって紹介したいとか言い出せない、勇気ください。だってかわいい。めっちゃかわいいんだけど。かわいい。でも恥ずかしいよね。絶対恥ずかしいよ。紹介するからじゃなくて、うん、今度彼氏連れてくるからみたいな感じで言うしかないんじゃない。そうね、今度彼氏遊びに来るみたいな。うん、軽くね。軽くね。なんか改まって言ったらさパパとママもさ緊張しちゃう。もしかしてってなっちゃうじゃん。確かに。結婚のみたいになっちゃうからさ軽くね。ラジオネームポムポムさんからのお便りです。
悩みは新卒ゆえによく怒られてしまうこと。なんかさ、うん、最近さ YouTube のさニュースで見たんだけどさ、うん、上司に怒られるみたいな、うん、でもそれは自分を見てくれてちゃんと叱ってくれるのでありがたいって言ってる人がいっぱいいて、うん、すごいなって思っちゃったなんかむずいよね。うちもあのできたら怒られたくない、うん、うちはできたら怒られたくない全然怒られたくないし優しく言ってほしい、そしたら直すから、うん、っていう感じ。うち怒られたらそっちの方がその人自体が怖いと思っちゃうかも。うん、その怒る内容にもよるけどね。本当に理不尽な怒りとかだったら嫌いになっちゃうけど、自分がミスして怒られるとかだったら全然反省するし、うん、あー自分やっちゃったなって何回も思っちゃうだろうし、うん、でもさ新卒ってだから初めてなことたくさんなわけじゃん、うん、失敗いっぱいするよねそりゃね、うん、だってわかんないもんね、うん、だからあのあんまり怒らないでほしい、うん、あのあできないの当たり前じゃねって思っちゃうんだけど、うん、えできなくねで自分できなくないですか。うちめっちゃ思っちゃうしそれ、うん、でも落ち込むよね普通に当たり前に。落ち込むできないことに対してめっちゃ落ち込んだりするから、それをさらに怒られたりするとめっちゃ下がるよね、うん、なんでできないのって言わないで言わないでだってさ頑張るから初めてだもんって感じだよね。赤ちゃんとはもっと接してほしいです。分かる。あ、そろそろ時間になりますね。ですね。あ、もう手は終わってしまいます。はい、MU さんに行くエブリシングアバウト心のオアシス。毎日ユニークが生音声でお送りいたしました。次回のオンエアはいつになるでしょう。気が向いたらやろうと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。ではでは。ではでは。